小林美紀栄は、広島県生まれ、新潟県新潟市東区育ちの元プロ野球選手、コーチ。現在は、広島東洋カープの二軍投手コーチを務めている。現役時代は、投球時にグラブを突き出す、独特のフォームが、大きな特徴だった。父が、国家公務員であったため、幼少期は転勤で全国を転々とする。小学4年時から、 新潟市東区に定住。新型東リトルリーグで本格的にプレーを開始し、新潟市立富士見、中学校3年時の1988年、新潟市エトリアの公園球場で開催された、ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ戦の試合前には、始球式を務めた。 新潟秋典高校では3年時に第73回全国高等学校野球選手権大会に出場するも開幕戦で岡本活動を要した柳ヶ浦高校に敗れた。卒業後は、東都大学野球の専修大学へ進むが、1年春に入れ替え戦に敗れ、卒業まで2部リーグで過ごした。後に、チームメイトとなる1年後輩、黒田博樹との両輪で4年秋に、 東と大学野球リーグ2部で優勝し、最優秀選手、最優秀投手となり入れ替え戦では、初戦で延長10回を完投して、2戦目は苦労だが、先発勝利で昇格に貢献。一部リーグ通算2試合に、当番、0勝0敗、防御率3.38。卒業時は、ドラフト候補にも上がったものの指名は見送られた。 その後、社会人のプリンスホテルに入社。後に、西武ライオンズで活躍する、星野智樹と後に、延岡学園、精神ウルスラ学園監督の小田原ひとしがいた。1996年は新人ながら、予選を一人で投げ抜き、第67回都市対抗野球大会に、出場するが本戦では先発するも、初戦敗退、1997年ドラフト4位で、 広島東洋カープに入団。背番号は29。1998年、シーズン開幕戦で、初登板にし、八三で、中日の山本まさに勝ち初勝利。セリーグ通算9人目、広島では3人目となる、新人投手開幕戦勝利を記録した。また、新人として、9円で、初登板初勝利を挙げたのは、球団史上初であった。 その後、セットアップ、クローザーに定着し、新人ながら、リリーバーとして活躍。新人王こそ、川上健信に及ばなかったものの、高橋義信、坪井智也と共に、セリーグ会長特別表彰を受ける。1999年、抑えとして期待されつつも伸び悩み、首脳陣も先発当板をさせるなど、試行錯誤を繰り返したが状態は上向かなかった。 2000年、前年オフから監督の立川光雄からも抑えに、固定を明言され、ストッパーとして期待されたが、右膝などの故障もあり勝利、西部ともに例で終わる。2001年、アーム式だったフォーム等の改善もあり右の中継ぎとして、再び年間50試合以上に登板するなど、活躍を見せた。2002年、中継ぎの柱として活躍。ストレートと、 フォークボールに加え、スローカーブを駆使して50試合以上に登板し、シーズン終盤まで、ルーキーイヤーを上回る防御率2点台前半から、中盤を維持していた。最終盤で打ち込まれる試合が増え、最終的に防御率は3点台まで下がったものの、ルーキーイヤーに次ぐ成績でシーズンを終えた。2003年、春季キャンプ中に、追間板ヘルニアを発症し手術。 リハビリと調整で一軍での登板はシーズン終盤になってからだった。ルーキーイヤーには直球は平均1 4 0トル中盤を計測していたが故障以後は球威が徐々に衰え最速でも1 4 0トルに届かなくなっていった。だが小林はこの当時ルーキーの時はあんなに球速が出るとは思わなかったし実は自分でもびっくりしていた。 故障して、スピードが出せなくなった分、制球力と変化球のキレを生かしていきたいと、語っている。2004年、故障などで、登板機会はわずかに止まった。この年に母校である、新潟秋の高が、現在地に移転した際、高知には新たに、野球部専用のグラウンドが設けられた。小林はこのグラウンドにスコアボードを設置するため、 歴代のオビーラと共に資金を提供しており、スコアボード裏面に記された贈呈者名には、広島東洋カープ小林美木への記号がある。2005年、佐藤武氏に、背番号を剥奪され、鶴田康氏の対談で開いた背番号、21に変更。2軍で9月終盤まで、防御率0点台中盤の圧倒的な安定感を、見せ、 13セーブポイントを挙げて、ウエスタンリーグの最優秀救援投手のタイトルを獲得した。しかし、度重なる故障による球威の衰えは隠せず、2試合の当番にとどまった。10月7日に戦力外通告を受け、引退する意向を表明。2006年、広島東洋カープの一軍投手コーチに就任。背番号は73。 前田健太や篠田淳平、斉藤祐葵ら若手投手陣、コルビー・ルイスや、ショーン・ダグラスら外国人投手の底上げなど、投手コーチとして一定の成果も出し始めていた。2009年5月9日2009年7月7日7月8日、距離に竣行した新潟県縦の球場で、開催された、対阪神タイガース10.11回戦の試合前、 小林には両日とも花束が贈呈された。なお、小林は、同球場について、想像していたよりも良い球場でびっくりした。もうちょっと頑張って、現役を続けていればよかったとジョークを交えて、表している。2010年、二軍投資コーチに配置転換。2015年、一軍投資コーチに配置転換。2016年、 選手や指導者時代含めて初のリーグ優勝を経験。2019年、2軍投手コーチに配置転換。2020年、3軍投手育成強化コーチに配置転換。2021年、2軍投手コーチに配置転換。ありがとうございます。